握りまして矢田直樹八段の先番と決まりました。小宮五目半、持ち時間はなく初手から一手30秒の秒読みです。ただし途中1分単位で合計10回の考慮時間がございます。それではお願いします。Bueno, vamos a ver primero la partida completa de una manera rápida para tener una visión global de la misma. El fuseki está siendo habitual o normal, podemos decir, en una partida de profesionales, con la excepción de la esquina superior izquierda, que negro ha dejado dos piedras sueltas. Aquí abajo a la derecha es furikawari, es un intercambio. Se monta un ko que tiene su importancia, negro defiende. Negro ha optado por jugar arriba en lugar de ir a capturar, ahora viene a capturar esas piedras abajo. Y por fin juega arriba a la izquierda con esas dos piedras que había dejado desde el principio. Blanco presiona sobre ese grupo negro, que debe buscar la manera de salir para vivir. Blanco sigue presionando. Y negro parece que ha conseguido suficiente espacio para vivir. Ya tiene un ojo y el otro sale por la izquierda. Blanco invade arriba a la derecha. Consigue vivir. Y negro se ha quedado puntos en el lateral derecho. Ya están jugando el yose. Aquí andaban justos de tiempo, por eso negro hace esos movimientos. Simplemente es para evitar perder por tiempo. Aquí también es un intercambio. Blanco captura dos piedras arriba, pero permite que negro se quede con todo el lateral inferior. La partida va muy igualada. Y para no hacer spoiler, no diremos el resultado hasta el final del vídeo. Aquí ya jugaban muy rápido, es el yose, los profesionales son expertos jugadores de yose.
y prácticamente la partida ha finalizado. Queda un co, blanco tapa. Y se acabó. Crow 17-4,右上隅小目。白4-3、左上隅小目。10秒。20秒。25秒。黒16-17、右下隅小目。10秒。白3-16、左下隅小目。10秒。黒番の矢田直樹八段です。1973年生まれ、和歌山県出身、白石豊九段門下。関西棋院の中では今村雄貴に続く若手有望棋士の一人です。1回戦では強敵竹宮正樹九段を下しての2回戦進出です。黒4-5、一見高がかり。白番の片岡聡九段です。1958年生まれ、千葉県出身、榊原昌司九段門下。今までに天元位や覚醒位などタイトル獲得のほかに、名人リーグ6回、本因坊リーグでは11回在籍しています。今季は NHK 杯20回目の出場です。10秒。皆さんこんにちは。ご覧のように今日は2回戦第2局、片岡聡九段と矢田直樹八段の一戦をお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。では解説者をご紹介しましょう。園田雄一九段です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のお二人は初対局なんですけれど、はい、どのあたりが見どころになるでしょうか。矢田君が黒が当たりましたので、はい、どんどん仕掛けていくと思うんですよね。はい、でそこを片岡さんがどうかわしていくかが見どころだと思います。あ、そうですか、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして白の4手目もこちらに小目です ね, ですね。ここまで全部こう向きの違う小目、なんか江戸時代みたいですね最近では珍しいですか。珍しいですね、はいはい、でそこでこちらへ一見がかりですね。こういう時にあのかかるところはあって閉まるところもあるんですけども、ね、何を優先させるかというのは、まあ、どっちも一緒ですよね。これ、はい、対象ですね、はい、閉まるよりもやっぱりかかっていく、まあ、だからそう仕掛けるタイプですから、はい、かかっていくんでしょうね。ハサミ、10秒。ここでまたこちらへかかりました、はい。こういうところこう普通にこう定石を打ってたりするのは、まあ、それもあるんでしょうけど、はい、あの白が地を稼ぎましたよねここで。あ、はい、でだからこっちで戦いを起こすとこの力が黒があるのであという意味でしょうね。28秒。これが戦いによっては有利な。そうですね、何よりある方が良さそうですから、はい、残り9分です。それでまあ例えばコスミぐらい白が打てばね、ええ、まあ、駆けついて開いておこうと、それからでもいいわけですね、ええ。そうですね、それは黒の注文ですね、はい、あ、では白もこういうゆっくりは打たないですね。打ちにくいわけですね。実戦は一見高がかりになります。片岡さん多いですね、一見バサミ。あ、そうなんですか、はい、高バサミ、はい、ここで黒を考慮時間に入っておりますね、はい。ではここでトーナメント表をご覧いただきましょう。今日は B ブロックです。2回戦も始まったばかりですので、
楽しみな組み合わせがいっぱいあるんですが、はい、どのあたりに注目されてますか。はい、小林泉ちゃんと今村俊也球団ですか。そうですね、はい、この泉さんの周りは関西棋院の先生に取り囲まれてますが、今村君がね、なんか泉ちゃんとの横田さんのね、碁を見ないって言ってました見たら自信がなくなるかって言ってました。そして左の方に移りますと、初出場の秋山六段や関西棋院の女流吉田美香六段。ああ、そうですね、楽しみですね。楽しみですね。で、一番左は初出場大垣八段は長期生と当たってますね。白4の十四桂馬。実戦これに対して黒は桂馬で、そうですね、これ戦うとこですね。10秒。黒はね、あ、黒は、石の数が多いですから、あ、こちらに援軍がいますので、だからこう戦うかこう戦うかですね。はい、なんかこの辺ね、こちらから、10秒で回して伸びて、はい、なんかこんな定石ありました ね、はい、3の17つけ。実戦は桂馬の桂馬ですね。はい、そしてつけました。そうですね、多分ね、ここは白は、ね、伸びないと思います。伸びてこう切っていく、伸びてね、はい、切っていくのも定石なんですけど、伸びるのとこ跳ねるのとかですね。ありますね。ここ伸びる手はあんまり喧嘩したくない感じですよね。ここ白2の17跳ね。これはこう伸びるんでしょうか。伸びて、まあ角でね、まあ、出て押さえですか。はい、10秒。でまあ飛び、まあそういうことになって戦いになるんですけど、ここでちょっと地を稼いでるのがね、はい、気になるんですよね、戦いになった時に。あ、今度は黒からこちらに何か。そうですね、例えば、まあ、こう使うのか分かりませんけど、25秒、はい、開きますね。まあこういうようなケースになった時ね、はい、黒働いてますね。ちょっと援軍になってますよね、うん、はい、白3の15で実戦も戦わずに伸びないで羽になりましたね。白はあんまり戦いたくないとこなんですね、ここ。あ、で、こちらまでですね。20秒。まあ、下がれば普通ですね。25秒、はい、28秒。黒3の18下がり。ここでね、星下開くか、はい、もう一つ控えるかがちょっと難しいところですね。あ、この一路の違いはだいぶ大きいんでしょうか。白三十。実戦は星下まで開きですね。まあ、どういうことかと言いますとね、ここ、これですとここが効きますね、これ。10秒。これが効くんですか。あ、効かないか。あ、失礼しました。はい、まあこれが効きますよね。これ受けますと、で、大ゲマだとこれ効かないですね、これ。20秒。まあ、下から行きますからね、はいはい、ですからこっちには大ゲマの方がいいんですけど、はい、25秒。こっちに対してはこっちの方が厳しいですね。ああ、はい、黒に迫ってですね。そうですね、はい、実戦は黒は今度こちらへ。そうですね、だからこう打ったので、ここかね、これとまた違うんですよね。あ、こうが違うと今度こっちも変わってくるんですか。こう打たないかもしれないですね、ひょっとしたら。20秒。白17の14、大ゲイマがかり。白は一転して右下にかかりなんですが、下辺の白一目というのはすぐ逃げなくてもいいんですか。まあ、逃げても苦しいんですよね。あ、10秒、まあ、左辺で白が稼いだので、はい、まあ、下辺は、まあ、黒に譲ろうということですね。25秒。これ片付きそうな感じですね、なんとなくムードが。あ、そうですか。中八段2回目の考慮時間に入りました。残り8分です。矢田八段は今年今一つ調子が良くなさそうですけれども あんまり成績良くないんですねそれはいけませんね普段はどんな方ですか。普段はね、おとなしい人なんですけどね、なんかこう打ち上げとかあるでしょ。あ、はい、すごいね、ノリがいいんですよ。あ、そうですか。一見をするととても考えられないというか、そうですね、爪子をね作るのが趣味で、はあ、だから手が見えるんですよね。ああ、
手が見えないとやっぱ詰め込んでる、ね、でも好きみたいですね。僕はなんかあんまり部分的なこと嫌いでしょ、だから避けてどうしますか、ね、50秒、55秒、黒の16の15、おっしゃった通り片付きですね。コスム手なんかもよく見るんですが、この場合は片付く方がいいですか。なんとなく勢いがありますよね、片付く方が。はい、白18の16、スベリー。片岡さんはね、難しいことしないんですよね、あんまり。あ、そうなんですか、うん、10秒、20秒。あまりややこしいことを嫌いなんでしょうか、片岡先生。そうですね25秒、平明に勝つんでしょうか平明流ですね黒17の12、ハサミ。ここで押す手とね、コスミつける手とありますね、墨。あ、33に、はいはい、この場合はどちら。片岡さんの客室だとコスミつけそうな気はしますけど。あ、もうおっしゃる通りですね。コスミつけ。片岡九段はやはり字が好きなタイプなんでしょうか。そうですね、どっちかといえば字が好きですけど、バランス取れてるんじゃないですか。あ、今までのところ目下9連勝中ということで。あ、それはすごいですね、僕はね、昔ね、片岡二段、片岡二段、かなり昔ですね、僕がね7段か8段の時、新人王戦で当たったんですよね、はい、強かったですボコボコにされました二段当時に。そう、28秒、僕がね7段16の18、であの番組決まってね、はい、で途中で昇段して8段で出たことあるんですよ。その、あ、はい、テレビの棋戦なんですね。いや、新人王戦。あ、新人王、失礼しました。10秒、はい、それでひどい目に遭いました。なんか、あ、そうですか。片岡九段は確か24歳の時に天元院、あ、そうです、取ってらっしゃるんですね。だから取ってくれたから良かったんですよ。やっぱり強いということで。25秒、白16の14、押し。コスミ付きが決まってから押しになりましたけども、はい、単に押すとまた事情は違うんですか。単に押しますとね、出て竹踏み出てね、あ、こちらから、うん、そうそう、こういうふうに来る意味があるんで、はい、それでコスミつけを打ったんですね。これがある方がいいわけですね。そうですね、今度はまた、まあ、跳ねるでしょうけど、黒い実際の、まあ、跳ね返して、あ、これは跳ね返すんですか、なんかこうやると安全そうに見えるんですが、いや、安全ですね、確かに。つらいんですね。でもちょっとなんかつらいですね、だからこうで切って、はい、無理ですね、抱えて、20秒、もう一本道なんですか、取って、当ててね、25秒、はい、28秒、まあ、こういうことになるんでしょうけどね。白15の13、跳ね、はい、あ、ここまではもうほとんどそうなると思います、うん、多分、いや、多分こうなると思いますけど、はい、10秒、置いといても大丈夫かな考えられるのは二段バネするとかね。あ、ここで、25秒、28秒、切りましたね。黒16の13、切り。10秒、20秒、もしかして切るんでしょうね、これ25秒、切らないんでしょうか。28秒、切りました。白15の15、ちゃんと28秒で打つんですねギリギリまで使われますね10秒、20秒当たりですけどね。あ、なんかすぐに打たないんですね。
25秒、はい、黒14の14伸び、白16の16割り込み。矢田八段は普段早い方なんですか？いや、そんなことないですね。結構10秒考えられる、うん、どっちか言えば長い方ですか？あ、白石先生のね、お弟子さんですから、やっぱり詰碁とか好きなんですね、はい、あ、白石九段も詰碁では定評がありますね。25秒、はい、黒15の16切り、白17の15取り。10秒、まあ、ここで伸びる手と当てる手とあるんですけど、はい、多分当てると思いますけどね。あ、20秒、まあ、伸びる手もなくはないんですけど。25秒、28秒、あ、出ました。黒14の15押さえ。これ切っていったりするような手は、いや、切りがこうですよね。あ、はい、はい、でこう立てが問題ですね。じゃあすぐに行くのはちょっと怖いわけですか、ね、うん、そうですね、勝てる見込みがある時に打たないと。はい、そうですね。10秒、もう外側に切ってある白一目はすぐ動いていくんでしょうか？あの、ね、20秒、まあ、伸びる手とかける手とあるんですね。あ、かける手も、かける方が軽いことは軽いですけど、あ、まあ、置いとく意味もありますね。上辺かかっ、片岡聡九段1回目の考慮時間に入りました。はい、残り9分です。まあ、だからこう伸びる手とかける手とあるんですね、こうやる手とこうやる手、そう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 、こうやる手もあるんですか？ええー、まあ、これも入るぐらいでしょ。もしこうやりますと、それまた切、ね、切ってこられて、熱いで出たら押すか、こうやって、あ、こうですか、えらいことですね。これはここのこうの具合もあるしね、これ、はい、これ難しいですね、これ、ややこしいですね、まあ、多分これ這うと思いますけどね、これ、はい、で、まあ、張って伸びて飛んで、で飛んで、で、ね、押して、でも跳ねて構えてというの。50秒、はい、で黒の楽しみがね、曲がって抜き込みが楽しみなんですよね。あ、はい、58秒、ここ結構急所ですね。あの白15の中線は伸びて打ちました。もうすぐにこれ、まあ、飛ぶでしょう。はい、10秒、こう切っていくのかもしれないですね。あ、もうすぐに切って抜いて覗いてね。どうですか？しかしこれ変なとこですね、これ。これ抜いても抜いてもまあしかし抜くでしょうけどね。また、あ、黒もこちら受けてはいられないんで。25秒、だからちょっと難しいんですけどね、この辺の場合は。黒なんで全部こちら飛んだところですね。10秒、20秒、黒に下曲がって押さえた時抜き込まれるのがちょっと問題ですから、そこ早く解決したいですよね。あ、白もなんとか、片岡九段2回目の考慮時間に入りました。残り8分です。ここで白も考慮時間ですけれども、これほっとくところからこうやって、うん、曲がってね、で抜き込むんですね。はい、これは大変辛いわけですか？そう、次抜いて次になっちゃうも辛いですからね。あ、はい、ですからすぐにこうに行くか、ここまあ押さえてるかですね。あの、ここね、はい、そうですね、押さえてる手も、押さえたら今度ここ切り狙いですよね。あ、こちらから、はい、だから黒もなんか手入れすることになりますけどね。40秒、切っていく手があると一番いいんですか？そうですね、ここをね、はい、切って次になればいいですね。はい、50秒、まあ、押さえてるとも立派な手ですね。あ、55秒、58秒、片岡九段引き続き3回目の考慮時間に入りました。残り7分です。続き
き、続けて考慮時間ですけれども、うん、こう切っていった変化をもう少しお願いできますか。まあ、切って取りますね。はい、コウ立ての問題ですよね、これ。はい、どうコウ立てするか。これは多分取ってくるんですよね、これ。あ、こうやると取ってね、で、はい、で、出てね、切り切りですか。はい、40秒取ってで取り返して、あ、ややこしいですね、なんかまたついたところなんか50秒、わけわかりませんね、これ。はい、あんまり白良くないかもしれないですね。55秒、これではちょっと、そうですね、優しいという感じですか。白15の17。あ、しかし姿勢もやっぱり切っていきましたね。コウ立てが難しいんですよね。どう、どこにコウ立てする、大きいコウ立てがないとね。はい、覗き見じゃちょっと小さいですね。 この2手ならまあまあなんですけどね。ああ、はい、そうすると、そう、下からの、下からですか。取ったら出て、これならまあまあですか。はい、黒16の15、コウ取り。あ、覗きました。上ですね。16の11。先ほど作っていただいた図なんですけども、あ、まあ、取りますよね。はい、出ますね。10秒、出ますね。ここで取るのかな。あ、ここで取り返して、うん、20秒、どうなってるんでしょうか。つげば、はい、抜いて25秒。そう、1回つげ、うん、そうしたらまあ取れますからね。あ、黒、はい、17の11。次、あ、実戦でも覗きに次になりましたね。継ぐということは、この誤るということですね、こう取ったら。あ、今度白の取りに対してはもう置かないわけですね。もうどこ打っても抜きますからね。はい、10秒。これはこうなるということですか。うん、そうですね。20秒、25秒、白15の15、コウ取り。これは継がないと取られたらやっぱ25秒ぐらいまで頑張るんですかね。20秒、25秒、黒14の16、次。黒の自慢はね、あの、はい、白が次押さえて取りに来た時一回抜けるというところがね。あ、抜きの次になる、次、それがちょっと白辛いところですね。はい、10秒。これはすぐ白取りに行くんですか。すぐ押さえとつけを変わっといた方がいいですね。あ、そうですか。20秒、25秒、28秒、白14の18、コスミで打たれましたけれども、コスミもありますよね。そう、この方が欲張った取り方なんですか。欲張ってますね、はい、はい、ちょっと黒に節がつくということですね。10秒、はい、締め付けた時、20秒、これ抜き込む一手ですよね。あ、とりあえずこのところ、25秒、28秒、黒16の15、コウ取り。10秒、20秒、白17の16、次。まあ、順番に利かすぐらいですか。これもすぐやっぱり利かしにいった方がいいですか。利かさない手もあるんですけど、なんか、まあ利かしてるぐらいじゃないでしょうかね。はい、でも利くかどうかわからないですよ。他に急がれるところはあるんですか。やっぱりあの黒桂馬ね。28秒、右辺の八田八段、はい、3回目の考慮時間に入りました。残り7分です。
ここ結構いいところですね。あ、黒から、はい、でこうやってついで押さえますとね、はい、こっち来るかもしれないですね。これあ、もう白もすぐ取れないですか。そうですね。しかしこれ出切られてダメですか。これ出切ってどうなりますか。かける手があると一番厳しいんですか。押さえ込むと当ててギュッと押さえられて、あ、もうストレートに、ね、これちょっと取りに行っちゃってダメですね。これ3手ですね。40秒、はい、ということはかける手がないということですね。桂馬ぐらいですと、桂馬ぐらいかもしれないですね。桂馬はまあ桂馬で受けてますね。黒からこちらがいいところなんですね。まあ、取ってるとも大きいんですけどね。15-18。すごい手ですね。実戦は逆の方から当てましたけれども、こちらからですね。これは継ぐとどうなるんでしょうか。どうなんでしょうね、これ。え、どうやるんですか、これ。K にするの、これ。こう、絞っていくっていうのは、あ、こう、さすがにないですよね。これはちょっと14-17、次これはついでてバラバラですね、これ、はい、10秒 K にやろうっていうんじゃないでしょうか。あ、こちらからこの方がこちらから当てるよりも味がいいということですかね。ことですか。20秒取るとこれがそうですね、なるんですね。でも効かないでしょうけどね、これは。25秒後ろはね、ここでは、はい、はい、28秒。あ、黒系、12-18。仕事で抜きますよね。まあ右上かかってるとかね。なんか取る手がすごく大きく見えちゃうんですけど。いや大きいですけど、白は取らないでしょう多分。あ、そうなんですか。20秒25秒。ここでね、中央が戦いになった時は、はい、あの最初の星下開いた手あるでしょ、はい、あれが大ゲームの方がいいんですよ。4回目の考慮時間に入りました。そうなんですか、うん、賭けが効きますからね、はい、これがね、はい、この方が中央の戦いには強いんです。こうこの賭け効きますからね。これこれですとこれが効いてくるんですね。そうです、そうです。受けないといけませんか。だからここで戦争になると黒の成功ですよね、この一路の差がそんなに影響してくるんですね、うん、そうですね。それで黒は戦いに持っていったという。そうですね、まあ、白はだから、まあ、まあかかって40秒、なんか軽くさばいていくような感じですけどね。あ、これを直接動き出すのはちょっと思うんですか。こういうふうに打たないと思いますね。55秒、はい、58秒。そうそう、軽くね、もうちょっとね。次は次の桂馬ですね。これですとね、これですとこう受けられて、こっちの方がいいですよね。あ、こんなんなら逃げ足がね、はい、10秒。これでも何か黒を受けるぐらいなんですか、うん、そうですね。20秒、まあ、桂馬ぐらいでしょ、これでも。こんなもんですか、うん。25秒、28秒。矢田八段、4回目の考慮時間に入りました。残り6分です。ここで黒は考慮時間に入りました。何を考えてるんでしょうね。ということは こっちへ桂馬にするか、こちらですか、うん、嫌な手ですね。しかし、あ、そうですか。まあ普通に桂馬と思いますけどね。こういうのは良くないんですよね。これ楽しますからね、いろいろ聞いて。あ、この方がなんかこうバランスがちょうど真ん中っていう気がするんですが、うん、ま、ですけどこの石にちょっと影響力がないんですね、ええ、まあこうかこうですけど、これ押されてやっぱこっちが楽しますよね。あ、白のさばきが楽になるんですか。そうそうそう、ね、だからこんなもんだと思いますけど、はい、あ、攻める石にはあんまりこう寄っていかない方が、ね、寄っていかない方がいいんですね。55秒。ああ、寄ってきました、寄ってきます、ね、すぐ美人に追いかけるから。園田先生の講座でそういうのありましたけども。10秒
押すとね、ギュッとやろ戻るっていうんですか。ええ、あ、下の方に。ええ、戻るか、まあ、跳ねていくか。はい。跳ねてきて戻るかね。はい。これは俗な手ですが、桂馬を切っていくような手はないですか。25秒。あ、出てですか。白、それは取られますよね。一目は取れますけど。ええ。さすがにそういうことは考えないんですね。うん、10秒。ここで伸びる手はないんですよね、こういうとこは。跳ねるか戻るかなんです。あ、そうなんですか。うん、なんか伸びる手一番目につきそうな感じですね。20秒。伸びるんじゃちょっと、ええ、また押されて。はい。跳ねたい、ね、跳ねたいですよね。25秒。跳ねですね。黒14の8、跳ね。このまま右上隅を地にしてしまうということですか。そうですね、厳しい打ち方ですね。はい。だから白はね、あの下の三子で弱捨てるかもしれないですね、ひょっとしたら。ああ。20秒、まあ、切りたいんですよこれね。切ってるような手があるんですか。切ったらギュッと沿うんですよね。はい。28秒。そう、ね、まあ、そうやっても沿うんですよね、これ。小さな八。伸びたり繋いだりはしないですか。しないですね、沿うでしょうね、これ。はい。沿った時にね、また伸びきって、はい、あ、沿いました、うん、黒15の中、引く手もちょっと辛いんですね、これ。あ、白が、白がね、はい、当てたりするのはあまり良くないんですか。上を当てるんですか。はい、当てるというのはあまり打たない方がいいんですよね。打たない方がいいですか。ついこう当てたくなる、うん、まあ単に伸びきるか、はい、単に伸びきるか伸びきるかですか。20秒。25秒。28秒。あ、伸びきりですね。13の7、伸びきり。こういうとこね、なぜ当てないかと言いますとね、ね、はい、当てるでしょ。これはなんか先手でこう打てそうですが、次ますね、次ますよね、はい、でここ切ってきますね。10秒。まあ引きぐらいですから、はい、伸びますね、はい、でこの時にこっちを切ってですね、こうやって伸びてね、伸びて、うん、20秒。竹譜ならほら下駄になるでしょ、これ。あ、取れちゃうんです ね。だから当たり打たない方がいいですね。14の11、ね、こちらから切る可能性もあるわけですね。ここで黒はこちらからですね。ですね、あ、もう白はこの3目を軽く見てるんですか。そうですね、あの賭けが効いてますから、ほらあんまり、あ、逃げても、逃げてもね、仕方ないので、25秒、うん、ここはね、構えようか、手を抜こうかどうしようかと考えてるんですね。手を抜く手もあるんです。5回目の考慮時間に入りました。どういうことかと言いますとね、残り5分です。あ、今ものすごく苦しんでるでしょ、これ。あ、そんな感じですね、うん、はい、あのね、構えてしまいますとね、はい、この一子が軽くなるんですね。あ、こう取った時これいらなくなるでしょ。あ、はい、だから今のうちに何か仕事したいわけですけど、これこれがないうちだとこれも大事な石なんですね。そうそう、だけど切ってくる意味がありますね、これ。あ、切ったら逃げないといけないから、こうで、その辺のことで悩んでるわけ。うん、まあ、こうやってればまあ一番なんていうんですか、落ち着いた手ですよね。はい、でこういうふうに打つ手もあるんですけどね、これついてくれればこれ軽いんですけどね、はい、継がないんですよね、これ。あ、こうやってくれると今度はしてやすいということですか。うん、これはこっち来るでしょうね、これ。今度こう取って、うん、こうなりたいんですね。あ、このポンって抜いた形で、うん、そう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 、はい、55秒。これちょっとまた当たりが効いたり、当たりが効いたりするでしょ。58秒。白13の11、難しいですね。なるほど、結構厳しい手ですね。あ、そうですか。どういう意味かと言いますとね、はい、今跳ねますよね。これは黒も跳ねたいわけですね、うん、まあ伸びますね。10秒。で、まあどんどんやってるうちにこう切ってこう伸びる手がありますね、これ。あ、ここから、うん、でこう伸びたら次こう出ると取れますから。はい、だからこれが下駄になるというのを狙ってるんですね。28秒。矢田八段5回目の考慮時間に入りました。残り5分です。ここで黒も考慮時間ですけれども、はい、これ跳ねるでしょうね。やっぱり跳ねですか。うん、跳ねるでしょ。こういうやってれば取れてそうですが、それはまたね、また押されたりして、あ、これはちょっと黒も不愉快な形ですか。うん、そうですね。
もう行きたいところなんですね。そうですね、はい、この城の伸びる形、この形もあんまり良くない形ですね。 この格好が、なんか乱暴しようと思ってるのかな。もっと激しくですか。もうしかしこれ切って伸びるとここ切って伸びられて嫌でしょうねこれね、はい、で跳ねるでしょ。50秒でここ切ったらね、またこっち切り返して抜いちゃうとかね。黒13の中に跳ね、はい、実戦もこう跳ねてね、うん、それは跳ねる。こっちむしろは切ってきたら、もうこっち切ってね、こちらで抜いて、すごい格好ですね。当てたいか。あ、いや、なんですか、はい、はい、これはこれやっぱこっちすごいですよね。影が効いてますからね、はい、ですからこうはならないんですね。白線も伸びですね。ここですよ、これ難しいのは。継ぐとこが2つありますよね。これ上継ぐか、ここへ継ぐか、ここへ継ぐか、こうかこうですか、うん、これはそこへ継ぐと中途半端ですね。20秒こうやりますと、でこっちがシチョウかもしれないですね。あ、シチョウじゃないか。25秒これに当たりますか。当たりますね、はい、でもちょっと味が悪いんですね。黒17の18、少し一転してこちらで、単なる時間つなぎですね。そうなんですか。白18の18、押さえ、10秒もっとどんどん押しちゃうようなことは危ないんですか。それも伸びますね、どんどん。20秒25秒28秒黒10の3、すごい手ですね。全く切られたらどうするんですかこれ。違うところへ。10秒切るでしょこれ。あ、どこを切るんでしょうか。ここ上の方。あ、ここ一目、はい、伸びますよね。伸びてこう頑張らないといけないですよね。これこうですか。なんか嫌ですよねこれ。これはこれでも下駄にならないんですね。下駄にはならないけど、28秒、あ、切れましたね。白15の8切り。それ抜かれてはダメですね多分。これ取られちゃダメですか、うん、もう急所の一目ですよねそれ、はい、こう逃げてこう頑張られると白はどうしたらいいんでしょうか。まあ当てて、ええ、そうですね。でなんか腰つけるとか。あ、これは、ええ、置いといて捨てて、ええ、感じですか、ええ、あ、25秒次は必要なんですね一応ね。八田八段6回目の考慮時間に入りました。残り4分です。矢田さんも継ぐとこを迷ったんでしょう多分。ああ、こっち継ぐかこっち継ぐか、ええ、で分からない時は手を抜けとなったんでしょうね。ここで白はこうすぐ切ったわけですね、うん、ここで考慮時間を取られましたけれども、これ抜かれちゃダメなんですか。いや、僕は抜かす手は考えないですね。ああ、こういう切りなんかがもう全然狙えなくなっちゃうんですね。伸びる変化をもうちょっと。そうですね、まあ、もう一本道ですよね、これ伸びたらこう出られますもんね、これこれはここで出られて取られますね、これここから出られて継ぐと切りがですね、はい、ですからこれだと下駄ですね、これはい、あ、これはもうすぐにこうやって下駄ですね。だからここ行くしかないんですけど、これならしのいでるんですけど、これはさばくんですね。つける手が残り3分多いですね。こういうところをこう取れないからとどんどん当てちゃったりするの。そうですね、取れないときは当てちゃダメですね、はい、でまあこうなって普通こう取ってで隅を押さえて、まあ、引けばついてる。こう切りも入れといた方がいいですかどっかで。あ、はい、どういうことかと言いますと、ええ、2目捨てれるからこちらを切っておきますと、うん、二目捨てることができますね。継ぐ必要がないから。切った時に、まあ、例えばこう上から行ってもね、はい、40秒そうなった時にこれとこれが効かしいですね。ああ、はい、そのうちこっちから来る可能性が。そうですね、はい、50秒
55秒。あ、残しますか。残せんでしたね。次抜けますね、これ。また抜かなかったりしないでしょうね。10秒。抜かない人もあるのかね。やっぱ抜くでしょうね、これ。はい、どうですか。25秒あります。あ、抜きました。白14の7、取り。これはね、あの3子取ったでしょ、はい、あれは8目ぐらいですか、地で言うと。ああ、ね、はい、中央すごいですもんね、厚みが、ね、10秒、これやっぱ黒損したでしょうね、はい、じゃあやっぱ上辺に開いた手が、うん、継ぐとこが分からなかったんでしょうね、多分。このポン抜きはなんか粒強くなりますね、白、ね、光が当たってますよね。与田八段8回目の考慮時間に入りました。残り2分です。ここでまた黒考慮時間ですけれども、今度はここの間が随分広い、ね、うん、そうですね、もうこういうところ抜かれてしまいますとね、黒の字がもう薄いんですよね、すごく。はー、こういうところも影響してくるんですか。影響してますね、これも、まあ、黒から打てば字でしょうけど、はい、また押してきたりね、しますから。あ、白からまだ堂々と逃げる手があるんですね、まあ、普通に考えればこれあの二間開き、どっちか大ゲームか二間開きか。40秒。二間開きですかね。こういうところ守るのではちょっと辛いんですか。守っても地にならないんですよ。50秒。出てはなかなか。黒13の17、押さえ。まずは下辺を取りました、ね、取りましたね。これは点を抜きますね、白は。あ、手を抜くっていうか、まあ、手入れする、あ、ここの意味がちょっとあるんですね、羽の。あ、黒からさらにこう来る、うん、いや、それ先手で利かされるの辛いっていう意味はあるんですね。これにこうなるのは辛いわけだから、うん、だからこう跳ねれば手を抜こうっていうわけですね。あ、これに対してこう取るわけじゃないんですね。あの白からこう来る意味があるでしょ、これ。あ、はい、字がだいぶ違いますから、これとこれを交換したい。白は跳ねられるの辛いと、だけど他行く方がいいかなというところですね。片岡九段6回目の考慮時間に入りました。残り4分です。あ、ここで考慮時間ですね。どう思います、これ取ると思います。あ、でも確かにこの羽を先手で打たれるのはちょっと辛いですけどね。辛いですね。でも打たないような気しますね、うん、どこが大きいんですかね、これ。ここなんでしょうか。40秒。ここちょっと薄い。そしてまた、はい、あ、もう捨てちゃうんですね。55秒。これはまだもう一手ぐらいいるんですか。58秒。やっぱり手を抜きました、うん、 そうですね、そこを開きたいところでしたからね。はい、こちらから詰めるんですね。なんかこう入っていくとどうなるのかなと思うんですが、いや、ここをね、ええ、黒が打っても地にならないんですよね。こっちの方が大きいでしょ、これ。あ、こちらの方が、うん、はい、白黒も開かないですよ、これ。あ、そうなんですか、うん、多分。あ、今跳ねようとしてた手つきですね。そうね、白手抜くかもしれないですよ、これ。18の19。これでもまだ手を抜けるんですか。こうですね、当てられて。こうはしかし二段コウですから辛いですよね、これ。はい、ね、え、下がるのも悔しいですね、これ。あ、10秒。20秒。まあ下がりですか、しょうがないから。気持ちは手を抜きたいですけど。白19の18、下がり。これで右下は完全に生きてるんですね。生きてますね、はい、10秒7目ぐらいの字ですか。あ、違うか。20秒。いや、そうですね、7ぐらいですか、はい、6ぐらいですか。
6、7、3。25秒。28秒。矢田八段、9回目の考慮時間に入りました。残り1分です。残り1分ですね。これは難しいところですね。勝負どころですよ。あ、そうですか。はい、今期は1回戦が全て終わって、18人の勝ち抜きの中、関西棋院の棋士が8名勝ち残っておりますが、ああ、そうですか、ええ、ああ、前期に続いて今期も関西勢が1回目はいいですね。40秒。黒6の6桂馬、もう右上を守ったりはしないんですね。そうですね、あの守り方がまたね、10秒、まあ、例えばですね、開くでしょ、ここへ、はい、ね、はい、もっとこう一つ打って20秒、なんか飛び上がりぐらいのすごいんですよこれ。あ、なんか急に25秒、ね、でね、はい、またこう打ち込まれたらまだ危ない。28秒、マナー、うん、片岡九段、逆らえる可能性が確かにありました。しかもこれ軽く捨てるぐらいの気持ちの方が、ここで白も考慮時間ですけれども、うん、普通は飛び上がりぐらいですよね。あ、こちらへ、はい、はい、で、かかりと、ええ、なんかこのいじめを見てね、はい、40秒。こういう碁はね、あの白ポン抜いてるんですよ、中央で、ええ、だから50秒、あの黒が勝ってもね、ええ、半目とか一目半なんですね。50秒、白が勝つときはもう盤面で、はい、バンバン勝つ感じです。ああ、そうなんですか。桂馬、黒は勝つのが大変ということですか。大変ですね、これは。実戦は桂馬に守られたんですが、まあ、ええ、もう形勢がいいと思ってるんじゃないですか。多分硬い打ち方ですか。いや、損しない打ち方ですね。損しない。僕の打った飛びなんていう手は字がついてないですからね。ああ。20秒。ああいうとこが片岡さん強いところですね。25秒。堅実っていうか、まあ、明るいですね。黒5の4、コスミツケ。10秒。押さえたらハサミつけようってわけですよね。あ、はい、さらに白を固めようとしているわけですか。そうですね、はい、25秒。白5の3。10秒。真ん中の白ポン抜いた厚みというのはまだ直接地にはなってないんですけども、光が当たってますね。大きな影響があるんですね。すごいですね。なんか白っぽく見えるでしょ、碁盤が。そうですね、言われてみると、はい。10秒。このハサミ付きには白をどう受けるんでしょうか。まあ、ぶつかるかつくかですね。20秒、はい。ぶつかっていくような手も、あ、ぶつかって押さえて根元ついてるという、はい、白6の子突き当たり、あ、根元押さえてるんですかね。いや、つがずに、当たり効かされる格好でこう、10秒、こういうふうに、うん、で、まあ、当たり打ってついてる、こうですか。あ、そうですか。あ、こちらですか。いやいや、あ、どっちですか。ま、いや、わかんないです。まあ、こっち次ですか。あ、こっち、あ、20秒。ここへ継ぐとね、ここを覗かれて、こういう格好なんですよ、これ。はい。黒、7の5。あ、嫌ですよ、これ。あ、
もう継ぐとまたなんかもう、ここ見るの嫌になるんですよ。ここにやるんじゃないか、もう泣きたくなりま す, そうです、ね、だからこうかもしれないですね、はい、あ、これを軽く見ちゃっていいんですか。まあ、継ぐか渡るかなんですけどね。はい、20秒。継ぐ方がいいのかな、これ、うん、実戦も次ですね。徳野さん、次それ、そうすると今度は上を継ぐんですね、これ多分。10秒。20秒。黒77カケツギ。今度は上継ぎになるわけですか、うん、要するに何ていうんですか、ちょっと一間飛びの格好になってるでしょ、はい、であそこがちょっと少し白は弱いので上の方を大事にするんですね、はい、そうそう、覗き白8の6。10秒。押しますか。あ、継がずに、うん、悔しいですね継ぐのも、はい、20秒。25秒。あ、押しました。黒8の7。押し、すごい今気持ちよさそうな手つきで打たれてましたね。手つきいいですね10秒。なんか手つきのいい人は得ですよね。白ね、なんかそれだけでちょっとビビってしまいそうですけど、そうですね、もう次ですからもう一本ですか。あ、まだ継がずに、またすごい手つきで惜しいでしょ20秒。25秒。28秒。黒7の6。今度は次ですね。10秒。これは白どこから持っていくんでしょうか。ここは実力の出るとこですね、これは。20秒。何分あるんですか。25秒。まだ少しあったようです。28秒。うん、すごい。白9の4。コスミ。あ、残り3分だそうですね。ね、それ実戦コスミですが、ここはやっぱり切っておきたいところですか。そうですね、はい。右上かかられるの嫌ですからね、これ。あ、次は、ね、はい、だから小ゲンマジマリか大ゲンマジマリなんですけど、大ゲンマジマリですかね少しでも近い方が。28秒。はい、黒13の3。でこっち K に来るんでしょう。どこに K でしょうか。 ここ、あ、こちらに、はい、こうやって。ちょっとここ今度はここから、うん、で次だなんてね。なんかよくこういう生のぞきはいけないと教わったんですが、そうですね、この場合はいいです、ね、失礼しますこう継ぎますと危なくないですか。もうなんか目が全然ないですね、うん、28秒。あ、そっちですか。あ、なるほど、まあ、どっちからかのぞくあのね、例えばこうやるとここにコスミつけられるの嫌だったのかもしれないですね。あ、ここで切ったら跳ねてね、はい、勢い切ると。そうそう、目が多いですからね、これ。でそれでここから覗いたんですね、これ。でこうやってこうやろう、はい、一度こっちからですね。今度はもう黒こうやるしかないんですか。そうですね、そうですね。いや、わかりませんけど、こうやるとこれもつなぎぐらいですか。25秒これね、なんかこの辺ひっつけてくるかもしれないですね、これ。黒この実戦で、白押しててね、振り返りとか、はい、実戦こうなりましたね、うん。これ次はやっぱり大きいですか。10秒。それは大きいですけど、死ななければいいですけどね。こう継ぐと結構危なくなるんでしょうか。すごいですからね、これ。はい。20秒。まあ、この辺やってますか、これ。
25秒で、ね、押す勇気があるかどうか。28秒。黒4の6次実戦継ぎました。これにこう変わると今度はどの辺から、まあ、10秒つけたりする。矢田君は詰めるのが得意ですからね、生きるの自信があるんでしょうこれ。20秒。これは下に目があるんですか。うん、半眼ぐらいあると思いますけどね。25秒。白7の9。地を損しないでね。これ押すんですよね、これ黒は。はい、10秒。あ、2目の、うん、押す一手です、これは。20秒。25秒。28秒。お、つきますか。黒8の9。腰は伸びないんですか。何でしょうか。こうなんかのポン抜きの方近づいてきてるでしょ、こういうの嫌なんですよね。まあこれが生きてしまうと黒字も。いやいや、生きたらまあ細かくなるんでしょうけどね。白8の10羽。それはこれは生きると思いますよ。死んだら死ぬような死ではないですか。死んだら終わりですよね。10秒。いかに損をしないで生きるかっていう問題ですね。これ白までは本気で取りに行ってるわけではないんですね。そうです、本気じゃないです、はい、本気じゃないんですけどね。25秒。それ途中で本気になってしまう時が一番怖い時ですね。知ってて、そういうことがありますか。全然取りに行く気ないんですけど、なんか取れそうな感じもしてくる時がね。取りに行くとやっぱり損になることが多いんですよね。あの、取らないでね、やっぱ地で買った方が確実ですね。はい、20秒。今の出を1本というのは何か時間つなぎですね。時間つなぎですか。はい、25秒。あ、違うか。黒9の5。すごい、ここから手を作っていかれるんですか。まあこういうとこはあの外から押さえる一手ですよね、これ。あ、外から押さえるか出るかっていうところです。10秒。中から切るということは、まあ、それはないですね。ないんですか、うん、押さえるか出るかどちらか。はい、20秒。出た方が筋はいいんですよね。まあそうですか。なんか割り込みを当てるっていうことしか浮かばないんですけども。ああ、まあ要するにこう気持ちとしてはね、こう、はい、切り込むでしょ。こう抱えて、こちらから切り込んで次ですね。で次でこう切って20秒。もしも逃げないと思いますけどね、はい、逃げるところには当たりといって、なんか大技ですね。25秒。いきますと短掛けで、あ、これで当たりが効いてて抜けたんですよね。でここは逃げないですけどね。残り時間はありません。だからあんまり黒も地を損するとダメですから、はい、ここで矢田八段考慮時間ですけれども、切り込みなんかからいくと地を損するんですよね、はい、あ、今の図、はい、ですから地を損しないで生きるにはどうしたらいいかということを考えてるわけ。単につなぐようでは、でも継ぐんですね、ここへ。はい、これは何事も。でこれ抜かしてくるかもしれないですね、こう叩いて。あ、こちらから、うん、これは一眼しかないということですか。そうですね。意外と目が簡単にできないんですね。まあ死ぬことはないと思いますけど。はい、黒単純ですね、キリ。あれですね、こちらへ筋がいいですね。かっこいいですね。こう当てると、はい、ここへ切って切り込むんですか。あ、この瞬間にこうですか。10秒。こうやると切って、単につきますか。これ切ってこうついだら取れますけどね。20秒。これは両当たりなんですね、うん、取れていいかどうかわかんないですけどね。25秒。気持ちとしたら乗りたいですよね、これ。28秒、はい、
で、ついで、絞って8回目の考慮時間に入りました。絞ってね、残り2分です。うん、膨れて、押して、あ、これ当てるか、これ。で、ついで、押して、これはこんなことにはならないでしょうね。やっぱりさすがに爪も得意なだけあって、ええ、筋がいいですね。爪を勉強するとやっぱり筋というのが明るくなるんですか。ええ、よくなるでしょうね。筋悪く打つと55秒解けないですからね。58秒。白10の7当て。園田九段のおっしゃった当てですけども、ね、これね、単に突くとね、今度は抜いてくるんですよ。これどういうことかというとですね、はい、何ここへつぐと、ここへ抜きましてね、はい、で切って、抱えて切り込んだら抜いてね、で切ったら、そうですね、でこのまたこっち込んできてね、あ、まだこのこちらから、うん、だから単に次はちょっと打ちにくいんですけどね、はい、黒11の6伸び。あ、さっきの筋ですね、これつぐんですかね、白は伸びですね、つぐでしょう、白つぐいってですね、これこちらへ、はい、10秒つぐついで、で、これこう切って、これは先作っていただいた図になりますか、うん、いや、戻るか戻らないか、こう切って、こう切って、縫い20秒つがずに縫ってくる意味が、ややこしい。25秒、28秒、で、こうついで、白9の7、次切って、ここで切って切り込むか、それも筋がいいですか。ここで2線に切りですか。20秒、1、2、あ、切りました。黒8の5、次。似てますね、さっきのね、はい、文字と。まあ、白は続いて、はい、10秒。で、絞りも打たない方がいいんですか、あれ、ね、単に膨れですか。20秒。なんか絵に描いたような図で実践に、うん、なら25秒だったんですが、本当になるものなんですね。なるものですね、驚きましたね。白10の4、次。あ、膨れるか下切るかですよね、はい、うん、10秒。下っていうのは 上っていうんですかね、2000人、ね、下なんでしょうか。黒8の2、切り。切って絞った方がいいということですか。そうですね、切って絞っ、うん、10秒。お、筋がいいですね、はい、20秒。筋が良くないとやっぱり25秒、濃い手を打てないですね。打てないですね。白9の2、抱え。切った時抜く意味はあるんですよね、これ。あ、継がずに、うん、切って切ったらどうなるんでしょうか。あ、叩いてこうにね。でもやっぱ継ぐんでしょうかね、はい、ね、切ったら継ぎますね、やっぱり、はい、20秒、黒9の3、切り。気持ちは抜きたいけど、10秒。加藤角段の独り言が20秒ちょっと聞こえますが、25秒。次ですね、白8の4、次。
抜いていく手はやっぱりちょっと怖いですか。そうですね、はい、ややこしいことしないんですね。矢田君もまだ絞らないんですよ、これ単に膨れるとかね。あ、20秒1、絞りはいつでも打てるっていうことですか。いや、地が損する意味あるんですよね、絞ると。そうなんですか。絞りました。黒11の4、白8の1、取り。10秒。20秒。1、2、3、4。黒9の8、グラミ。最後の当てを打たないんですね。結構貯めるタイプですね。これは伸びると下駄になりますからね。当てるしかないですね、はい、これ。あ、当てておけば下駄にならないですね。ならないですからね。当ててついたときに告げないんですけどね。20秒。当ててついたときに押さないとダメですけど。はい、25秒。28秒。白9の9。10秒。20秒。1、2、3。黒8の8、次。ここで伸びる手と単に押す手と2つありますけど、ああ、伸びる手もありますけど、はい、多分単に押すと思います。こうやる手とこうやる手、うんうん、はい、どう違うかというとですね、これまあ出てですね、はい、ね、ここへ切られてね、20秒頑張れないですよね、これ。ここの羽が切られて25秒。単にこう来るんですか。で、こことこう見えますね。28秒。はい。白。単に押す方がいいですね。実戦もこちらへ、うん。で、どっち切るかっていう問題ですね、これ。はい。こっち切れば、こっち伸びるんですか、こっち伸びるんですか。10秒。どっちでしょうか。で、取るんですか。取ると、曲げか引っ掛けかでね。あ、こうやる手も。ありますね。はい。あ、まだ、はっきり生きてないんですね。はっきり生きてないですね。3、4、5、6、7、8。時間つなぎに取っておくんですね。1の5。多分あの右上がね、白地なんですよね。右上、え、白地なんですか。白地ですよね、あれ。大ゲイマに黒しまってあるところ、うんうん、ここなんか黒が15目ぐらいだなと。あ、思ってたんですか。思っちゃうんですが。白地だと思いますけどね。あ、そうなんですか。5、6、7、8。黒9の中切り。これは逃げる手と捨てる手と両方あるんですか。あの逃げるっていうのはちょっと打ちにくいですね。伸びるか継ぐかっていうところですけど、まあ、はい、伸びが普通ですか。はい、20秒。あ、伸びるというのは引くっていうんですか、これ。あ、いえ、あの一目切られたところを見えるというか。白8の11、伸び。こういう方が地が損しないんですか。そうですね、はい、はい、やっぱり強い人は地を損しないですね。10秒。20秒。1、2、3、4、5、6、7。黒6の9、つけ。ここはコスミでなくてつけまで来る手があるんですね。10秒。そうですね、これどうやるんですかね、これ。これはまあ跳ねるか、はい、20秒。手を抜くかですけどね。あ、手を抜く。羽が普通ですね。25秒。
28秒。白6の中跳ね。跳ね出すような反発はないんですか。貴重でしょ。あ、貴重で取られちゃうんですね。やってみましょうか。はい、10秒。こっちから切って、こちらから行きたいですが、こうやってカード通して、あ、はい、20秒。あら、これ逃げるとここも必要になっちゃうんですね。黒12の7割り込み。この考え方がね、大体こういう壁のところへ黒の、はい、こういうところあんまり行かない方がいいんですよね。あ、そうなんですか。もし切れても行かない方がいい、うん、あんまり近づかない方がいいですね。割り込んだんですね。ここでこうですか。まあ、曲がるんでしょうね、これ。はい、これはまたどういうからくりなんでしょう。この辺の付けの具合でしょうね。25秒28秒。押さえましたか。白12の8。なるほどね。絞る手がね、上辺損するんですよ。20秒。1、2、3。白は全然取りにくきないですね。これで取りに行くなら押さえたりしないですか。じゃあ地合いでも悪くないじゃないですか。そうですね、はい、20秒25秒。白12の6。抜き。10秒。右上隅どっちの字になると思いますどっちが回る、どっちが回るかっていう、それは白が回るんでしょうけどね。そうですか。4。黒10の8。次白12の7。次どこに打っていけるんでしょうか。これはコスムか、はい、コスムか並ぶか。押しそうでしたね、手つきは。3、押しですね。黒9の11。押し、まあ、跳ねますよね、はい、で跳ねよ、跳ねよっていうわけですね、ま、あ、はい、10秒。20秒25秒28秒。白9の12。跳ね、ここで跳ねてね、はい、でもし切ってくれば、ここでまた跳ねて、うん、切ってくる手は跳ねて10秒。次ですね、でこれノリが効くんで、あ、ちょっと白も怖いですよね、これ。でこれが効いてるんですか。攻め合いになりそうだね。これはこちらほっときますと、はい、ここから本ですからね、はい、これやって取られちゃうんですね。ですね。4。だからちょっとこれ白も怖いですね。実際、はい、も跳ねたところですね、うん、すると白は切っていくんですか。もう一つ跳ねるとかね、はい、10秒。何気なくこちらつながってきそうな、そうですね、ですね、はい、20秒。二段バネとか伸びてるとかっていうことですね。はい、28秒。白10の13。この二段バネの筋がいいんですよね。あ、そうなんですか。10秒。20秒。1、2、3、4、5、6、7、8。黒5の9。伸び。いろいろ
やってきますね。これはまあ白コスミぐらいですよね。あの三線に。あ、はい。まあ、二目を助けるような感じで、はい。その二目を取られてはいけないですから。はい。コスミなんですけどね。曲がってきた時にどうしようかっていうところですよね。これ。25秒。28秒。片岡九段9回目の考慮時間に入りました。残り1分です。片岡さんは、ね、もうちょっとはうまく生かせて地で勝ちたいわけですよ、ね、あそれも、ね、なかなか、ね、こう突っ張られてるわけですよ、ね、簡単に生きてくれないんですね。ここで、まあ、こすんでね、はい、手ついでどうですか、まだこうここの具合でね、ちょっとこういくとかこういくとか、はい、これはちょっと嫌でしょう、なんとなくね、はい、こうやっても逃げられてしまう。伸びますか、これ。伸びも刺激ですけど、はい、こうとかこっちも忙しいです ね、 ね、うん、そうですね。40秒。なんかこれが動かれちゃうと今度ここがね、はい、嫌な感じですね。そうですね。50秒。かすまないですか、これ。50秒。このぐらいでは大きいですか。58秒。白10の11、切り。うん、生かそうとしてますね、これ。まあ、当てたらポン抜いて10秒。で、2目捨てて、助けるのは危険、危険っていうことですね。20秒。1、2。黒10の10。10秒。少しうまいことしのいだんですね、これ。あ、黒ですか、はい、はい、強いですね、これしのぎが。しのぎが強くなるためにはやっぱり詰め方が大事なんですか。そうでしょうね、多分ね。25秒。攻めもしのぎも。そうですね、基本は攻めもでしょう。まあ、攻めるのは追いかけなきゃいけないんですけどね。あ、白ポン抜かず、まあ、同じ意味ですよね。ええ、抜いて当ててね、はい。10秒。20秒。1、2。黒10の9、取り。10秒。これで1目取りぐらいですか。いや、これね、抜いたら当ててそのつもりなんですよね、これ、はい、単に抜かれたからね、うんって感じです。まあ抜けば一緒なんですけど、ええ、20秒。あ、抜きました。白11の10。まあつければあれですね、取れてますね、これ。こちらへ、はい、もう取ってるぐらいでしょうか。うん、そうなんですね、はい。これからもう曲がっていってもあんまりいいことない。いや、わかります、曲がっていくかもしれない。曲がっていく手があればもっといいんでしょうけどね、はい、曲がりますかね、これ。でも取ってると安心ですね。20秒。1、2。黒3の9、つけ。でっかい字で取れ、行きましたよ、これ。あ、こんなとこ10目もついたらすごいですね。10秒。これ難しくなりました。難しくなったんじゃないですか、これ。10目もついたらすごいですね、なんか頑張っていくんでしょうか、まだ。20秒。助けて。25秒。白2の9、羽根。伸びたら出て頑張りますか。あ、まだ出ていく手があるんですか。10目は辛いですよね、これ。伸びたら出るでしょ、これ。3の8、伸び。出ないかな。10秒。もう出てみましょうか、一回。はい、はい、出たら押さえる手は切ってていいですね、これ。切ってていいですね、これ。見合いですか、出るしかない、はい、でそこで出る。でここで出るしかないですね。はい、あ、これでも 目ですか、これ。25秒。これで目ですね、1があるからね、はい。あ、28秒。白が早速こちらへ。そうです、ここ白地だったんですよ。
こへ行くのが急所なんですか。これ白地になっちゃうんですか。そうですね。黒はどちらから押さえるんでしょうか。あ、ね、こう隅に押さえたいんですけど、ええ、これがどうなるかが分かんないですね。これ20秒これは黒になれますかね。押さえて5、6、7、押さえて黒16-4押し、これは出て切るんですね。こうやってこれを取れるんですけど、ええ、切り取っておいてね、また渡れるんですよね。これ先手でだからこれはあんまり白得してないかもしれないですね。裂いただけで、うん、なんかこうやる手もあったかもしれないですね。実戦は上からです。20秒、25秒、こうやって曲がっていくのかもしれないですね。これあ、はい、素朴に、もう愚形で、実戦はこちらからですね。はい、もう押さえて10秒、これは B ですか。はい、伸びればまた入りますか。まだこちら切りがありますね。20秒、1、2、だからここに伸びるのはちょっと筋が変ですね。5、6、7、8、黒15-4押さえ、やっぱり白地になりそうでしたね。あとは言っても周りの状況で、そうですね、地じゃないんですね。閉まっても鍵が閉まってないかな。20秒、25秒、跳ねた時2段までするんでしょうね。これ28秒、白14-2跳ね、2段バネするか、10秒、2段バネですね。やっぱり押さえ、隅押さえてる手もあるかもしれないけど、まあ2段バネですね。これ伸びて張った時押さえていくってありますかね。20秒、1、伸びて張って3、隅に押さえるんですか。4、5、6、7、あ、でも2段バネ、黒13-2、2段バネ、10秒。この対局は大幅に放送時間を超えて打たれました。この後しばらく手順のみご覧ください。15-2、次黒13-4かけつき、白18-3、黒17-3で白17-2押さえ、黒18-4押さえ、白19-2かけつぎ、黒18-10に曲がり、白18-13コスミツケ、黒17-13、白18-14つぎ、黒17-7、白7-15押し、黒7-18素振り、白2-18はい、黒4-10、白3-11伸び、黒4-11押し、白3-12伸び、
黒8の十七コスミ。白十七の八ツケ。黒十八の八ハネ。白十六の八ツギ。黒十七の九突き当たり。白十二の三のぞき。黒十三の三つぎ。白十一の三切り。黒十六の一置き。白十六の二つぎ。黒四の十三つけ。白三の十三渡り。黒十八の一置き。白十七の一手。黒十九の四下がり。白十九の三くすみ。黒十八の二。白十九の一二目取り。黒十八の二、白十八の一取り。黒七の十四ハネ。白十七の十九放り込み。黒十六の十九取り。白九の十五取り。黒八の十二切り。白八の十三。黒七の十二伸び。白七の十三で。黒八の十四で。白六の十二抱え。黒六の十三切り。白9の11、黒9の14手。白10の14、黒10の15切り。白5の15コスミツケ。黒6の十六で。白十一の十五、黒十の十六次。黒五の十三割り込み。黒六の十四次。白2の7置き。黒 3の7置き。白2の6、黒2の8で。
白12の四で。黒13の五伸び。白12の五四目取り。黒2の十九跳ね。白17の六ハサミつけ。黒16の七で。白16の六添い。黒18の六。白15の七。黒18の七次。白15の五あげ次。黒1の七。黒1の18、白2の16、次。黒12の14、白11の14、次。黒12の15、白14の5、突き当たり。黒14の4、次。白4の12、取り。黒10の1、滑り。白16の9、黒16の10、次。白2の10、次。黒11の9、白12の9。黒11の11、黒5の16、当て込み。黒13の13、白6の17、切り。黒7の17、切り。白4の15、黒4の17、次。白10の2取り。黒12の1コスミ。白17の5、黒18の5。白19の12羽。黒19の11、白19の13、次。黒19の15、白19の16、黒7の8、組。黒19の19、黒14の19、白5の10、黒9の13、白5の12、次。
11の13、白、10の12、次。黒、1の6。白、1の5、押さえ。黒、1の8、次。白、1の9、押さえ。黒14の1、白15の1、押さえ。黒13の1、次。白13の6。黒16の10、16の5、白15の7、次。黒3の19、次。白4の4。黒5の5、次。白1の17、押さえ。黒7の10、白6の11、黒4の9、次。それでは引き続き終局直前の様子からご覧ください。まだ1個あるんです。白17の19、黒13の18、白18の19、次。黒7の9、反抗、次。白15の15、コウ取り。黒1の19、コウ、次。白16の15、コウ、次。白番、片岡聡九段の5目半勝ちとなりました。結局片岡九段が、はい、盤面事故5目半勝ちとなったわけですが、はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、ここ、こん抜かれたのがね、はい、黒にとって痛かったですね。そうね、大きかったので、はい、ケース損したんですけど、あともうすぐ頑張って細かくなったんですけどね、ちょっと及ばなかったですね。はい、どうもありがとうございました。今日の結果は片岡聡九段の五目半勝ちでした。3回戦では長智君棋聖と大垣優作八段の勝者と対戦します。では来週の対局です。来週は山城宏九段対山田君雄七段の一戦をお送りします。どうぞお楽しみに。